はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第103回でございます。で、今回のテーマはケアレスミスを減らしたいということで、でサブテーマが素直さが大切っていうのと、最後告知なんですけど、テレビ出演ということでちょっとテレビに出させてもらうので、それの告知を最後にさせてください。では行きましょう。で、このテーマはまた相談です。まあ、何名かの方が相談が重なったので、これを喋ろうと思います。で、今日が10月じゃない、何を言ってんだ、8月の30日ということで、どうだろう、明日から学校始まる子が多いのかな、あと9月1日とか、まあもう始まってる方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども、まあそろそろ学校が始まる時期ですね。で、まあ、夏休みが終わり、まあこう切り替えが一番難しい時になるわけなんですけど、まあこれからね、特に受験勉強が本格的にね、始まっていくとか、まあ始まってるんですけど、ね、これからまた勢いつけてやっていこうと、していく中の子もそうだし、まあ、中1中2とか高1高2のことももちろん構わないんですけど、ケアレスミスで悩む子ってやっぱ多いんだよね、実際。で、実は俺めちゃくちゃケアレスミスが多いのね。今でも多い、結構。でも、昔に比べたらやっぱり意識していろいろ変えていって、今はかなり減らしてた方だと思うんですけど、自分が中学高校の時はね、本当多かったの。なんでみたいな。だってこうさ、数学とかで問題用紙とかにこう計算書くじゃんか、回答用紙に回答、答え書きたいからさ。なのに、問題用紙の計算のとこには、マイナス5って書いてあるのに、回答欄にマイナス4って書いてあるするんだよ。バカかって思うんだけど、自分で。でもね、そういうミスってあると思うんだよね、実際。で、今のケアレスミスに関しては、もちろん確認ミスなので、まあ、ちょっと話がずれてしまうんだけど、まあ、これからね、こう、ケアレスミスを減らね、1点でも多く取るために、まあ、ケアレスミスに悩んでる子なんかは聞いてもらえたらと思います。で、実際、ポイントとして自分がよく言うのは2つです。はい。で、まあ、大きく言ったら1つになっちゃうのかもしれないんだけど、まあ、ね、2つ話していこうと思います。で、その1つ目が、ケアレスミスを起こした時に、いいね、ケアレスミスを起こした時に、それをちゃんと何をミスったのかを確認するっていう。つまり、原因を究明することが大事なの。ケアレスミスっていうのは、惜しいミスっていう感じなんだよね、基本的に。ちょっと間違ったみたいな。そう。だから、ちょっとミスっただけなので、まあ、そんなに気にしなくても次行けっかな、みたいな感じがしやすいのね、基本的に。人間の心理的には。でも実はそうじゃなくって、ケアレスミスもミスだから。ね。ミスはミスなので、そこに絶対原因がある。例えば、数学だったら、移項するときに、まあ、そんな移項でミスるってことはあんま多くはないけども、分数を切る、まあ、分母を切るね、いや、かけて、数字をかけて切るときとかに、ちょっと掛け算をミスってるとか、そう、何かのルールがずれたりすることがあるんだよ。で、そこを究明しておかないと、また同じ状況起こったときに同じミスをするからね。だって、自分の中でルールをミスって覚えてるんだもん。いい。だから、必ずケアレスミスを起こしたときには原因を究明する。もちろん、すごいシンプルな究明のときもあるんです。ほんとさっき言ったように、ただ単に移項を間違ったとか、ね、かけた時に計算を間違ったって。だから、ケアレスミスの段階にもいろいろあると思うんだよ。今みたいに原因を究明しなきゃいけない。ルールが間違ってる。覚え違ってるみたいな。ね、覚え間違ってるみたいなこともあるので、必ず究明する。で、それで究明できた場合はそこを意識する。自分がね、どういう問題で、どういう時にミスるのかっていうのを必ず覚えておくといいです。これは癖として。これね、スポーツとかだと結構みんなで自然とやるんだよ。例えばサッカー部の子でこういう場面が得意、こういう場面が苦手ってあるじゃんか、基本的に。こういうプレイスタイルが得意とかあると思うんだけど、こういう場面でこう、例えばじゃあディフェンスやってる時に相手が攻めてくる。で、こういう風にされると自分ちょっと対応が遅くなるんだよなとか、あると思うんだよね。で、それを意識してるから、そういう風に来た時に気をつけようって身構えることができる。でも、勉強も同じなのね。自分がこういう問題でこういうミスをするっていうのをちゃんと認識してたら、テストの時に出てきた。あ、これあれだ。俺がミスりやすいパターンだ。ちょっと気をつけよう。ちょっと気をつけようって思って解くだけで全然ケアレスミスは減らせるからね。そう。だから、自分のミスの傾向をしっかり把握しておく。そのためには分析をするっていうのがまず1個です。いいかな？で、そのために素直さが大事なの、これ。大切ね、素直さが大切って書きましたけど、例えばケアレスミスを見つけるのって学校のテスト、その本番だよね、テストの時だけじゃないです。普段の問題集解いてる時、まあ俺の動画でも構わないんですけど、
解いてる時でももちろん見つけることができる。けれど基本的に普段の勉強、問題集、俺の動画もそうね、普段の勉強っていうのは練習なんだよね、どっちかというと。でテストが本番でしょ、入試とかが。だから練習の時のミスってあんまりね、気持ち的にねグッてこないんだよ。あ、やべえ、ちょっとミスした、次気をつけようみたいな感じで。でもテストの時はそうじゃないんだよ。それで1点2点本当に下がってるから、やっべえってなるんだけど。で何が素直さが大事かっていうと、練習ね、普段の問題集とか解いてる時にもミスはミスって認める。本当にちょっとしたミスでも、本当に符号をミスった、やっべえ、3-1が7とかなんて意味わかんないみたいな、そう、やべえちょっと眠かったからなーとかあるんだけど、それも全部認めるの。惜しかったとかない。でたまにそのワークとか解く時にちょっとミスだから、赤ペンで丸付けしてるのに消しゴムで消して黒で書き直して丸とかする子いるんだよね。それ絶対やめた方がいいです。いい、ミスはミスでちゃんと赤で書く。そうしないと自分がどの場面で何をミスったのかわからなくなっちゃうから。だって練習なんだもん。そんなカッコつけなくていいでしょ。俺練習の時から超できてましたからとかいらないぞ、んな。いい、だから必ず練習の時から素直にミスはミスで、そっからじゃあそこもどういうミスをしたのか、原因は何なのかで、自分はどういうミスをしやすいのかっていうのをしっかり把握しておくといいと思います。俺はすごいやったから、それを今でも生きてくる、今でも覚えてるもん。やっぱりこの問題ね、問題出た時に、あ、これあれだ、俺中学の時超ミスったやつだとか思うもんね。そうで、もう一個はそこまでその重くないと、ミスが。でもほんと単純に一回テストをやると一人もなぜかミスってしまう、すごい簡単なミスをっていう場合、これはちょっと今数学をねメインで話しちゃってますけど、やっぱケアレスミスが起こりやすいのって数学なので、基本的には計算系だからね。これは練習量です。もうとにかく練習量を追った方がいい。で、まあ計算でも数学の普通のね文章問題でも構わないんですけど、ある程度解けると、で練習の問題じゃねえや、問題集やってる時はそんなにミスんないんですよねみたいな、結構練習してるのになんて思う人は、それ練習の時に時間制限つけたらいいです。結構厳しめな、超急がせる自分を、いいっていう風にやるといい。とにかく早く早く早く解くっていうスピードを身につけておくといいです。でなぜかで、ケアレスミスを、基本的にはテストの時本番やるでしょ。で俺はテストやった後にもう一回やるんです。そう、同じ問題をテストのその50分の間でごめんね、まあ、よく見直しとか言いますけど、で見直しのやり方もいろいろあるんだけどさ、で見直しを作るためにも早めに解くっていうのがいいことなの。もちろんスピードが全てではないけどね。だからスピードを身につける、でそこでプレッシャーをかけた状態で、練習の時にねプレッシャーをかけた状態でやることで、普段そのテストの時の心理状態に近くなってくるから、そういった意味で練習するといいです。スピードね、速さと、まあ、時間制限を作って、でそうすればこう時間とか解くスピードも速くなるっていう、なんだろうな、副産物が生まれるから、ね、ちょっといいことが起きるからさ。そうするとテスト本番の時に見直しをすることもできるので、そうそうそう、だから、まあ、その2点ですね。まず1点目はその、まあ、素直にね認めるってとこもそうですけど、自分がどういうとこでミスをするのか、でケアレスミスをした時に何が原因なのかっていうのをしっかり見つめるっていう、自分のためにね、次ミスしないためにもさ、いいかな。そうで、もう一個がとにかく練習量を追うっていうね、練習をこなすっていうところがすごく大事になります。でもちろんいろんなことがある、まだあるんですけど、ひとまず自分が塾講師やってた時もその2点をよくね言ってやってて、やらせてて、で実際増えるからね子供たち、うん、まあ自分も俺が実体験でやったことだから、それはそうで、やっぱ実際効果は出てくるとこなので、もしケアレスミスで悩んでる方はそんな感じでやってもらえたらと思います。で最後にテレビ出演なんですが、今日8月30日アップしてるので、ちょっと今日見てくださった方しかできないんですけど、8月31日月曜日の時間が確かに夜の23時やったと思うんですけど、ちょっと違ったらごめんなさい。ビートたけしのテレビタックルっていう番組、聞いたことある方多いと思うんですけども、そちらに映像でちょっと出演させてもらえるはずですはずしか言えないんだけど、これはですね、以前ちょっと前にね、うち自宅に来ていただいて3時間半ぐらいちょっと撮影をしたんですけど、の一部は使ってもらえるんではないかと、ちょっと YouTuber の特集があるので、
その使ってもらえば、使ってもらっても1分とかだと思うんですけど、そうそう、もっと有名な YouTuber さんも出るんでね、こうおまけみたいな感じにはなるかと思うんですが、まあ、もしよかったら、もうこれね、ラジオ聞いてるのがもう放送後だったら申し訳ないんですけど、もしよかったらちょっと見てもらえたらと思います。出てたらね、自分もハッピーだと思うんですけど。で、まあ、内容が内容で言えないんですけど、事前には。まあ、内容が内容なので、もしかしたらね、ちょっといろいろ思うことがあるかもしれないんですけども、まあ、放送内容を見て、ちょっと自分も言いたいことがあるなと、その放送にね。ってなれば、ダラダラ嬢でまた話しますので、まあ、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はハイチのダラダラジオ第103回ケアレスミスを減らしたいというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回104回9月のね、一発目となります。で、ちょっとまだね、何話すかは決めてないんですが、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。